ジョルジエリバ・ギオルギエリアバは、グルジア生まれのソ連の生物学者である。最近に感染するウイルス、バクテリオファージを用いた感染症の治療の研究をした。現在のグルジアのサチヘレで生まれた。ノボロシスクの大学で学んだ後、1912年から1914年の間、ジュネーブ大学で学び、1916年にモスクワ大学医学部で学位を得た。 1916年からトルコのトラブゾンの細菌学研究所で働いた後、1917年にグルジアのトビリ氏の細菌学研究所長を務めた。1918年から1921年と1926年から1927年の間、パリのパストゥール研究所で研究し、バクテリオファージの発見者の一人、フェリックス・デレイユと知り合った。 1921年からエリアバが室長を務めた微生物研究室から1923年に微生物研究所がトビリ市の倉川の下半に建設された。この研究所はソビエト連邦ができて最初の研究所となった。バクテリオファージ研究の中心となり科学研究や書内でのバクテリオファージを用いた治療やバクテリオファージの生産を行った。 1927年からトビリシ大学で衛生学の教授、1929年から微生物学の教授となり、1934年にエリアバの主導でトビリシニペストセンターが設立された。フェリックス・デレイユと親しく、ソ連政府の財政支援でデレイユと1933年に研究所を設立し、これは1936年に ギオルギエリアバ研究所となった。エリアバ研究所は、抗成物質がなかった時代に前世紀を迎え、腸チ,チフス、排血症、下痢などの疾患を治療するファージの生産のため2200人の労働者を雇用した。現在もファージセラピーの研究活動を行っている。トランスコーカシア王ゲーペーウーの秘密警察長官のラブレンチー・ベリアと共通の夫人を争ったことが、 理由だとされているが、1937年に妻と共に逮捕され、人民の敵として処刑された。この時で霊友もソ連を去った。ありがとうございます。